はいどうも、フラちゃんです。さあじゃあ今日はですね、初心者の方にぜひともおすすめしたい職業ということで解説させていただきます。初心者の方って結構どの職業をやったらいいのかわかんないみたいな、まあ、どれをやったら最終的にあの活躍しやすいのみたいな、そういう感じで思ってる方多いと思うんですよ。大丈夫。今回はフラちゃんが全部解決して、この中からやっとけばとりあえず間違いはないっていう職業をね、今回はおすすめしていくんで、ぜひともライトユーザー聞いてください。というわけで早速やっていきましょう。 さあやっていきましょう。まずは一つ目です。さあ、早速、いつもの通り、フォトショップを使ってやっていきたいと思います。はい、まず一つ目、こちら、天地雷名詞ということで、これはね、 いつも言ってるんですけども、めちゃくちゃ優秀。めちゃくちゃ優秀な上に、結構ね、いろんなところで、まあ、集歌のやつだったりとか、そういうコンテンツで結構人気があります。まあ、例えば、バンマの塔だったりとか、まあ、そういうとこでかなり人気もあるし、しかもこれ、仕事を見てください。カカロンを呼ぶだけで、仕事は半分終わりということで、まあ、これどういうことかっていうと、基本的に、この天地雷鳴詞っていうのは、カカロンを呼ぶのが仕事みたいなもんなんですよ。まあ、時と場合によってはバ、ルバル 呼び出したたりみたいなそういうこともあるんですけどもとにもかくにも基本はカカロン。 これを読んだだけで、あとは仕事終わりなんで、このカカロンが結構強いんですよね。最近なんか修正されたみたいな話を聞くんですけども、とにもかくにも、これ敵から攻撃されないんで、2分間ね、ひたすらベホマラーとかザオリク、まあ、たまに攻撃とかマヒャドやっちゃうけども、それでね、もうプレイヤーの行動関係なしに、即ザオラルしてくれたりとか、まあ、あとはいい感じにベホマラーを挟んでくれたりするんで、もうとにもかくにもこれカカロンを呼び出して、あとは終わりみたいな、まあもちろん自分も動いてくださいみたいな感じですけど、 仕事はもうカロン出して半分終わりなんでで次ですね上級者と初心者の PS の差が多色ほどないということでこれどういうことかと言いますとまあプレイヤースキルですねこの PS っていうのは要するに上級者が使っても初心者が使ってもあんまり他の職業ほど火力の差だったりとかそのプレイヤースキルの差っていうのが 出にくいということまあそうっすよねカカロン出してそんでもってもうカカロンの動きっていうのは誰にも制御できないわけですからまあ、カカロン呼び出しても半分仕事終わりでそっから迷道風魔だったりとかその辺をただぶち込むだけこれはね結構もう誰がやっても変わらない作業になるんでそうなってくるとプレイヤースキルっていうのはあまり左右されなくなりますまあということでねこれ初心者の方にはかなりおすすめしてます毎回こういうことでで次ね公衛職でサポートも得意めっちゃありがたいっていうことまあま マジックバリアだったりとかピオリムだったりとか。 そういうものを背後からどんどんかけていくことで、前衛の職業からしたらめちゃくちゃありがたいですよ。これ防衛軍とかでも結構ありがたくて、まあ、いろんなところでかなり役立ちますね。まあそうですね、バンマの塔だったりとか、その辺でもめっちゃ優秀だし、まああとは最近なんかメイブでね、この天地雷鳴詞を入れるみたいな、そういう構成も昔なんですけども、天地雷鳴詞を入れてね、で、メイブレベル5を倒すみたいな、そういうものもありました。まあ結構天地雷鳴詞っていうのは初心者救済みたいなところがあるんで、レギルラッドとかなんかも、 まあ、天地雷名詞が一番簡単って言われてて、とりあえず初心者は天地雷名詞で様子見かなみたいな感じですね。まあ、それぐらいやっぱりもう全部から、もう全員からね、アストルティア全体から認識されてるぐらい、まあ、やっぱこの初心者向けという初心者救済の職業なんで、ぜひともこれ初心者の方最初にかじってみてください。で、まあ、当然ね、デメリットも存在いたします。デメリットはこちらエンドコンテンツで席が少ないっていうこと。ま、あこれレギルラッドぐらいなんですよね。正直、天地雷名詞を入れようとなると、エンドコンテンツの席って、 まあレベル4の床闇ぐらいだったら天地雷鳴神入れてもいいかなって感じはするんですけどまあその最強のレベルになった時に天地雷鳴神っていうのはなかなか活躍がしづらいということまあそうですねレギュラーゾでは現役なんですけどもそれ以外ではないかなって感じですね無理やり入れることはもちろん可能ですで次ですね爆発的な火力はないということです まあ、あテンションでも乗らない限りは、やっぱり爆発的なダメージは出せないんで、あんまり火力が出ないということです。要するに。ということで、この爆発的な火力がないっていうのと、エンドコンテンツでほとんど席がないっていうこと、これがデメリットなのかなって感じはするんですけど、コインボスだったりとか、あとはね、集荷でやるようなバンマの塔だったりとか、その辺でっていうのは、かなりこれ、天地雷鳴誌需要あるんで、ぜひともこちらね、安心して、初心者の方は触ってみてください。というわけで、まずは一つ目、天地雷鳴誌でした。 さあ、続いてやっていきましょう。続いてはこちら。魔剣士。これはね、新しい職業。最新の職業ですよ。まあ結構ね、なんか下にゲージとかあって、小難しく感じてしまう方も多いんですけども、これね、やってみるとわかるんですけど、めっちゃやること簡単。まず一つ目。 ジャエンハで50レベから脅威の威力っていうね。これあのー、なんでかっていうと、ジャエンハって攻撃魔力600いかないうちは、なんかね、結構なダメージで止まってるんですよ。まあ、600以上になると結構ジャエンハのダメージも上がるんですけども、600に満たなくても結構なダメージが出るんで、どんぐらいだろう ?600 とか700ダメージぐらいは出るんじゃないですかね。報酬なしで。まあ、ということで、もうこれジャエンハがめちゃくちゃ強くて、しかも出も早いし、範囲攻撃っていう、 これがマジでね、もう序盤からでもかなり使いやすい、この技だと思いますね。まあ一つこれね、ちょっと欠点としては、邪炎波の属性が闇属性なんで、闇属性とか、まあ属性が全く効かない敵に対しては、ほとんどね、効果を発揮しないっていうところが、まあ弱点なのかなって感じはするんですけど、50レベルからね、圧倒的な力の差なんで、普通に魔剣士のクエスト、解放クエストやれば、絶対わかると思います。この威力のやばさが。で次ですね、鎧が装備できるので、防御力が高いということ。他の職業って結構鎧装備できないもの多いじゃ まあでもこの魔剣士っていうのは鎧が装備できるんで防御力が高いなので初心者の方も死ににくいということでまあ結構おすすめなんじゃないでしょうかで次はですね防衛軍やバンマさまざまなところで活躍しやすいということなんですよ、まあ、バンマの塔でもそうですしこれ防衛軍なんかもめっちゃ強いもうすごくやばいんで単体攻撃範囲攻撃どっちもやばいんでね 自分で闇耐性を下げてひたすらボスを殴るっていうその単体火力もものすごいしあとは単純に範囲攻撃まあ、さっき言った邪兵ハこれの火力がえげつないんで防衛軍ではかなり重宝されてるみたいですで次バンマの塔ですねもうバンマの塔もね魔剣士3人の天地雷鳴士みたいな構成ですから今ってなのでやっぱそれぐらいね魔剣士がえげつないということですよで様々なところでまあやっぱ活躍しやすいということでコインボスだったりとかまあ現役だと無道ですよね無道とかあとは 暗黒の魔人だったりとかまあ、とにもかくにも闇属性が効けばほとんどのところで魔剣士は活躍するんでもうこれぜひともやっていただきたいで当然ねやはりこちらもデメリットが存在いたしますなんかややこしい感じがするということでまあ、それもそうなんですけども実際はややこしい感じがするだけでめっちゃ簡単。 ゲージ貯めて強化して、あとはひたすら殴るだけ。あとは範囲攻撃か単体攻撃を選ぶだけなんで、ややこしい感じがするっていうのがね、ちょっとあの初心者のストッパーみたいな感じになっちゃうのかなって感じがします。で次ね、エンドコンテンツで席が少ないということ。まあこれもね、現状エンドコンテンツでは実はあまり席がないんですよ。というかないのかな。まあとにもかくにも、基本的にエンドコンテンツっていうのは、属性耐性持ってる敵がほとんどなんで、 レベルが最高になれば、やっぱりね、この魔剣士っていうのは出番がほぼないんですよ。まあ、ということで、エンドコンテンツみたいな属性耐性がめちゃくちゃあるような敵に対しては、ほとんど使い物にならなくなるということ。で、次ね、前衛職であることということで、まあこれもね、結構密着しながら戦うような職業なんで、まあ前衛職であるっていうことは、やっぱり初心者からすると、まあ、敵の範囲攻撃も当たってしまって、みたいな。で、それで死んでしまう。結果火力が出なくなる。まあそういうこともありえなくはないんですけども、 もまあ、あんまりここは気にする必要ではないかなって感じがしますね。もう、とにかく殴りまくれば OK なんで、まあ、今の時代そんな感じですね。まあ、ということでこちらがデメリットなんですけども、まあ、やっぱり一番のデメリットはエンドコンテンツであまり席がないということですね。まあ、それ以外はね、本当に天地雷名詞ぐらい今は席があるんで、もうこれぜひとも触ってみてください。 さあ、続いては何でしょうかこちらです。魔法戦士ということで、はい、こちら見ていきましょう。やること、FB で敵の体勢を大幅に下げて、超貢献。 いうことね。で、次はね、弓を持てばサポート力が大幅アップということで。で、次、エンドコンテンツ、かっこ低レベルでの需要が高いということでね。いや、もうこれ本当にそうなんですよ。FB で敵の体勢を下げれば、まあ、フォース合わして、もう、味方の攻撃力というか、まあ、火力貢献めちゃくちゃできるんでね。まあ、自分だけの火力貢献じゃなくて、全体の火力を引き上げるっていう意味で、魔法戦士はね、相当強い。まあ、基本的にも、邪神だったりとか、防衛軍、そういうところ だよねもう魔法戦士がいるかいないかではもう全然火力の差が違うんで一人いればめっちゃ火力上がるんでねもうだから魔法戦士はとにかくすごい初心者でもとりあえずスキルでね敵の弱点見てそのあったフォースを入れてフォースブレイクをするその単純作業だけでめちゃくちゃ貢献ができるんでまあこれ初心者の方でもまあ結構貢献しやすいんじゃないかなと思いましたで弓を持てば弓ポンだったりとかあとは後衛から攻撃することで敵を引っ張りやすくなったりしてサポート力がめちゃくちゃ上がりますまあ ここういういとなんでね、ねややっっぱりあのの味方の火力ももも大幅に上げながらしししかも弓を持ててサポートでででできてしまううとといいいことでこれすごいでしょやばい職業でエンドコンテンツ低レベルでの需要が高いということなんですけども、これもレギルラッツレベル2ぐらいまでかなまあ、それだったりとか、あとはガルドドンなんかはレベル3もいけます。スコルパイドとか、あとはジェルザーク、まあ、ジェルザークもレベル3いけるか。まあ、ほとんどのところにこれ低レベルであれば乗り込めるし、あとはね、高レベルのジェルザークだったりとか、あとはガルド だったりとかそういうところっていうのはこれレベル3であっても魔法戦士の活躍場があるんでまあという感じにねあとレグナードのレベル5かあれでも重要ありますとにもかくにも魔法戦士っていうのはもうレベル1のエンドコンテンツであれば全部連れていけるんでで高レベルであっても何種類かはやっぱり魔法戦士の席があるぐらいねもうこれ今後の活躍から見たらすごいもう育てとていた方がいいような職業ですまあ初心者の方もかなり貢献しやすいんじゃないでしょうかまあ、ちょっと,難しいと ところもあるんですけどねで次ですねこちらデメリットなんですけどもフォースを忘れると白い目で見られるっちゅうことまあこれはねやっぱりそうなんですよフォースブレイクいきますっつってフォースブレイク入れるじゃないですかでフォースが入ってないと通常の攻撃力のままなんですよ要するに敵の属性耐性を下げる技なんで、まあ、結局天下無双って無属性ですよねまあそういう天下無双みたいな無属性のやつにフォースをかけて攻撃してもらうっていうのがあれなんでフォースをかけ忘れるとフォースブレイク入ってる のにもう変なもう本当に少ないようなダメージしか出ないなのでそうなってくるとちょっとバトルマスターがね、イラつき始めて おい、てめえ、ちょっとフォースしとけや、みたいな感じになってくるんで。まあ、そうなってくるんで、ちょっとこのフォースを忘れると白い目で見られる。これはちょっと気をつけた方がいいですね。とにかくフォースをかけてから、フォースブレイクをしましょう。で、防衛軍では、もたもたすると、ピリピリするっていうことで、まあ、基本的に防衛軍っていうのは、あんまり魔法戦士って、もたもたする要素はないんですよ。まあ、敵が来てるからとか、そういうのはなくて、ひたすらボスに対して、フォースブレイクを入れまくる。それも最短で。だから、50秒でチャージなんで、まあ、50秒でもう毎回撃 ううななそういいう感じでやんとと周りがねちょっピピリピリし始めますおい、フォースブレイクまだかよみたいな。で、ちょっとメラガイアをちらつき始めたりとか、まあ、あとはちょっと強めの技をね、ちらつかせ始めたりみたいな、そういうことがあったりするんで、まあ、あんまりね、防衛軍ではもたもたせずに、もう FB 溜まったらさっさとボスに撃ってしまいましょう。で、次はね、200スキルまでが少し遠いということでね、まあ、いろいろやっぱり初心者におすすめって言ったんですよ。まあ、最近なんか200スキルとか190スキルに敵の弱点を見れるようなスキルをできるんで、それが あれば非常にね敵の属性耐性がわかるということなんですけどもそこまでいかないと自分で調べる必要があるんですよねでその200スキルまでがねちょっと遠いんでねレベルを多少上げないとそこまでいけないということで、まあ、そこだけがちょっとデメリットかなって感じはしますねまあそのデメリット以上にねとにかくフォースブレイクだったりとかあとサポート力あとは席めっちゃあるんで もうそこをね、ぜひとも初心者さん分かっていただいて、もう軽々ね、これ使っていただきたいです。はい、というわけでこちら、初心者におすすめな3つ目の職業、魔法戦士でした。さあ、ここまで聞いてね、ちょっとライトユーザー思ったんじゃないでしょうか。おい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 、バトルマスターやらせてくれよ。 おい、ドラクエといえば、お前攻撃してなんぼだろいや大ダメージ出させてくれよ。後ろでね、チクチクやってんの面白くねえよ。はい、そんな人のために大丈夫。うってつきの職業を今回ご紹介いたしますんで、聞いてください。それでは、こちら。魔物使い。これめっちゃ強いんすよ。初心者の方も使ってみて。もうとにかくね、 中距離からの超ダメージということで、これ無知限定なんですけども、とにかく無知モがめっちゃ強いんですよ。無知持たせてください、この魔の使いは。何が何でも。とにかく中距離からの超ダメージ。もう、バイキルトとか入ってると900、900×2 みたいな1800ダメージを、まあ、サクッと出せちゃうよみたいな感じですんで、バイキルトがなかったとしても、敵の守備力にもよるんですけども、1000ダメージは硬いです。で、次、死んでても、まあ、立ち直ししやすい。 死んで起き上がってね、バトルマスターとかだと捨て身して、みたいな感じじゃないですか。魔物使いはね、もうそんなあんまり必要ないです。もうとにもかくにも総流打ち。もうそれ決め込んでおけば、もう結構なダメージで活躍できるんで。 で次エンドコンテンツでも席が結構ありますスコルパイゾだったりとか、まあ、あとは物理ジェルザークだったりとか、まあ、結構いろいろあるんですよね最新のやつだったらデルメゼだったりとかそういうところでも結構エンドコンテンツでも席があるんでもうこれ初心者にぜひともおすすめもう今後の伸びしろもありますよっていうことで次やることがめっちゃ簡単 さっきも言った通り、死んで立ち直しやすい。その理由が、やることがめっちゃ簡単だからなんですよ。まあ、とにもかくにも、起き上がって、送流打ち。それ一本。まあ、たまにバイキルショットとかやったりして、まあ、あいい感じに濁しながら、あとはひたすらウォークライからの送流打ち。それだけで全ての仕事が完了するんで。まあ、その間にちょっと壁したりだったりとか、そういうのはあるかもしんないですけど、慣れてなきゃそんなのやる必要ないんで。後ろから、送り打ちしてください。それだけでめっちゃ火力出ますんで。ということで、それぐらいね、簡単でめっちゃで。 めっちゃ火力出るんで、もう火力を出したいそういう初心者の方にぜひともおすすめじゃあフラちゃんこの魔物使い絶対デメリットあるんでしょとありますよそれはもちろんはい硬直がやや長いあと範囲攻撃が少ないっていうこと硬直がねやっぱり若干長いんすよなのでまあやっぱりあの魔食だったりとかそういう範囲攻撃にちょっと と当たりやすいかなって感じがします。で、範囲攻撃が少ない。血縛り打ちだったりとか、あとは悶絶打ちだったりとか、そういうのしか範囲攻撃ってないんですよ。なので、ちょっと範囲攻撃はかなり不向きです。なので、単体の敵に対して大ダメージをひたすら与えていきましょう。それぐらい。もうとにかくそれぐらい。もうとにもかくにもこれ、魔物使いは、ひたすら総流打ちしてるだけで最強になれる。まあそういう気持ちがいい職業なんで、ぜひともこちら、初心者の方、魔物使い触ってみてください。 さあ続いては最後になります。最後はこちら占い師 とということでまあ、結構有名なんですけどもこれもねね当然ななががら初心者にはかなりおす,すめできまままず1つ目範囲攻撃が、ね、優秀とということ、まあ、こあれ非常に優秀ですね。というかもう範囲攻撃しかね、取り柄がないというか、まあなんていうんですかね、まあとにかく範囲攻撃が優秀です。で、序盤から高ダメージを出せます。まあこれっていうのもあんまり攻撃魔力は必要なくて、もちろん攻撃魔力上げた方が多少はダメージ上がるんですけども、まああんまり攻撃魔力はそうですね、あんまりこう計算式には含まれてないようです。なので 序盤から結構なダメージを出せますで、味方の援護でみんな幸せっていうことで 範囲バイキルトだったりとか、範囲リベホイムだったりとか、あとは範囲スクルトだったりとかね。まあそういうのもたくさんあります。まあそういうので、やっぱり味方もね、かなり幸せになれると思います。まあ範囲攻撃も超優秀なんで、ぜひともこちら占い師触ってみてください。で、当然ね、まあちょっとデメリット多いかな、この占い師に限っては。はい、こちら、不活的なダメージがないということで、これ最高でもダメージ4999なんですよ。他の職業って999 99だったりとか、魔法使限定 でなんですけども19999ダメージまあ、そういうダメージが最高上限なんですけども、この占い師に限っては？ どんなテンショまあもちろんね物理攻撃は9999 99いくんですけどもまあ基本的に攻撃するのはねタロット攻撃なんで4999ダメージしか最高でも出ないということで爆発的なダメージがねちょっと出しにくいということなんでまあこれはねちょっと現段階では結構なデメリットにはなってくるんじゃないかなと思いますでデッキ作るのがめんどくさいってこと これが本当にね、最近そうなんですよ。バージョン5.5の前期からちょっと改善するみたいなことは言ってたんですけども、まあ最近なんかはね、あの、お出かけ便利ツールでできたりだったりとか、そういうのもあるんですけども、まあそれを含めてもね、結局のところ、タロットマジンのコイン行かなきゃいけないんで、もう本当にめんどくさい。まあこれデッキ作るのがすこぶるめんどくさいっていうことと、あとは後半は出番がなくなってくるということ。まあこれ後半っていうのが要するにエンドコンテンツですよね。エンドコンテンツにほとんど席ないんですよ。 もちろん、無理やりねじ込むことは可能です。まあ、いつものね、その公栄の人を占い師にして、まあ、縛りプレイみたいな感じでやるのは可能だけども、テンプレ構成には、 占い師っていうのは、レギルラッツぐらいしか入ってないんで、そうなってくると、やっぱりね、占い師っていうのは、まあ、最後のあたりね、頑張って育てたのになんかエンドコンテンツいけねえんだけど、みたいな感じになるっていうのが、まあ、オチなのかなっていう感じですね。まあ、それでもいろんなところでももちろん需要はあるんで、ぜひともこちら育ててほしいんですけども、まあ、そうですね、これデッキ作るのがめんどくさいっていうのも、あの、結局、 完成までさせなくていいんでとりあえず S ランクのタロットをバーっと集めるだけでもまあ、結構な強みになるんでね、まあ、そっからいろんなデッキとか組み合わせを考えてみたいな感じでやるのがすごくめんどくさいだけであってまあ単純にね S ランクのデッキを作るだけだったら非常に簡単なんでまあこのデメリットっていうのはちょっと読み違いはしないでほしいかなって感じですまあとにもかくにもね初心者からすれば結構扱いやすい職業だとは思うんでまあ結局のところね最大ダメージがとかあとはなんだろ DPS がとか運 よりも使いやすさが大事だと思うんでね占い師そういう意味ではかなり初心者にはまあおすすめできる職業なんじゃないかなと思います。まあ、というわけでこちら占い師もぜひとも使ってみてください。 というわけでいかがでしたでしょうか今回は初心者におすすめしたい職業ということでやっていきました。まあ皆さん、ぜひともこの中から初心者の方、まあいろいろ困ってると思います。どの職業をやったらいいのかわからない。まあそういうことはぜひともね、今回紹介した中から選んでみてください。おすすめはやっぱりね、魔物使い。めっちゃ強いですよ。 邪神の宮殿とかでね、ぜひとも総流打ちをぶっ放して火力貢献してください。もうそうすればドラクエが何たるかが全てわかると思うんで。はい、というわけで、まあ今のドラクエがね、火力推しというゲームになってしまったということはまあ置いといて、まあ今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そんでもって皆さんの意見とかもぜひともコメント欄でお待ちしておりますんで、ぜひともコメントで教えてください。それではまた会いましょう。さよなら。